おはい、どうもさくんですちょっと数日間あの動画の投稿をお休みしていたんですが撮、えー、り鉄をちょっと重点的に先週と、えー、節分の前後やってたんですがモケ、えー、の方も少しずつ進んでおりまして、えー、今日2月3日 え、ね、水曜日なんですけども、えー、こちらの、近鉄の12,200系スナックカーですね。の、えー、前回あの、オレンジ塗ったと思うんですが、えー、これに今度、あの、濃いブルーですね。それを塗っていくために、今、マスキング作業をやっております。このね、マスキングはやっぱね、難しいですよね。 青青と青の部分を測ってで、4.5っていうのが分かったんで、この下に、今これ、こことここがね、6あるんですけど、ここにね、えー、定規何,何点か当てて、その何点かで定規でシュッとこう、デザインナーフで4.5を切って、で、ここの、この窓と、 裾その間にね、ちょっとサービスの線がついてたので、ね、それに合わして、今このようにマスキング、えー、終わったところです。で、このマスキングが終わって、で、ドアの縁ですかね。あとこの車体とドアの間のこの縁がね、結構あの隙間が多いなとっていうことで、まあ、これは予想してたので、 えー、今回ちょっと新しく導入してみたものがあります。えー、マスキングゾルカイという。こういうものを、えー、買ってきましたで。これはあの、塗ったら、その塗ったところがもうほぼマスキングされるという、すごい画期的な、えー、マスキングゾルっていうものになります。 これあの今塗ってすぐなんですけどまだあの乾いてなくて手に何個かついてしまったんですけど乾いてしまったら本当にあのマスキングテープと変わらない威力を発揮するのかなということで一応このマスキングテープを貼ってえドアの縁えデザイナフ符でえ山になってるとこをえ完全にあのぴったりつけてからえその ピッタリさせた後の隙間にこのマスキングゾルを塗ってみました。まあ、使用例はこんな感じですね。1、えー、枚ベタって貼ってから、このドアの、なんて言えばいいんかな、この、ここですよ、ここ。この縁みたいなとこ、この辺にね、あの色が回ってしまうので、 え、それを防ぐために、このマスキングゾルを使ってみました。え、これほぼ乾いた状態、こんな感じです。もうあの、墨入れみたいな感じで、なんか、隙間に入っててくれるので、え、これで、あの、塗装が、え、回らないように、え、防止してくれるということです。で、つまぶはこんな感じですね。え、ここはちょっとあの、切りすぎて、 えー、裾の帯が高くなってしまったんで、えー、0.05ぐらいの,この細い、えー、テープでちょっと修正をかけているのでこんな感じになったんですが、意外とこれでも、ま、えー、っすぐの帯、このまま再現できるかなということです。で、ここで、えー、先ほど言った6ミリの このねえー、マスキングテープを4 5ミリにええー、心配しないようにちょっと切り継ぎながらやってるのでここで一応切り継ぎでまた新しく貼ってるのでここの隙間に入らないようにここにも一応マスキングゾルを貼っ、えー、塗ってみましたもうとりあえずこのマスキングゾルってあの 隙間に塗料が入り込む心配がありそうな場所を、えー、とにかく、あの、徹底的に、え塗ったらいいんかなということで、とりあえず、こんな感じで、あの、心配ないとこ全部塗りました。もう、先頭のこの、貫通扉のとことか、特に、これ、色回ってくると思うんで、こんな感じでもう、べタたべに塗りました。これ、あの、乾いちゃうと、本当にあの、マスキングテープなんで、 これで1回塗装してみたいいと思いますはい、えー、塗装ブースを用意しましたとりあえずこのマスキングゾール、えー、触って、えー、乾いてることを確認しましたんで今から、えー、こちらの、えー、グリーンマックスの18番のブルーエイを、えー、シャシャッと、えー、塗っていきたいと思います これで一回置いておきましょう。で次の面いきます。え次あのスナックコーナーがない、えー、パンダグルフがない方の、えー、先頭車です。 はいえー、これで、えー、一度塗りの、えー、ちょっと乾燥が終わったんで次2回目の塗装に入りたいと思います。 えー、最後の塗装にしたいと思いますこれンド乗り目ですはいえっとこれがあのスナックコーナー付きの、えー、大阪難波型の車両ですこれでうまいこといけますね あのピントがあってね、まあ、こんな感じで完全にあのブルー一色になりましたのでこれはこれで OK ですはいえっと乾きましたんで、えー、それではこのマスキングゾルを使った、えー、成果をね、えー、見ていきたいと思いますこういう感じですねあ綺麗ですねあいい感じに 塗装できてます。よかった。ちょっとあの、マスキングゾル塗りすぎたんかなこれ。ちょっとだけ、貫通扉にゾルが残ってしまいましたが、これは後で、取り除きしたいと思います。あ、結構、えー、問題なくいけてますね。よかったです。と、ここの、えー、 扉の上。この周りもマスキングゾルしましたんで、これも剥がします。おおー。まあ、ちょっとこの機器箱の上の方、あのー、マスキング、ちょっとね、多めにしすぎたんで、ちょっと斜めではあるんですが、まあ、イメージとしてはこんな感じで綺麗にできますよ、という感じです。ちょっとこの辺もね、マスキングの、 このドルがちょっと多めだったんで、若干下の裾帯もね、あのー、マスキングしすぎた <laughs> ような感じの部分もあります。いや、でも全然綺麗にできましたね。じゃあ、この下帯の方。おー、いいですね。あ、いいですね。このドアのね、周り。これ気にしてたんですが、 あ、ちょっと剥がれてしまった。これあの、マスキングゾル塗りすぎです。おー、あー、ちょっとね、これ塗りすぎの部分もあるんですが、これはもう許容範囲ですね。おー、下帯も意外と悪くなく、いけました。よかった。うわ、すごい。 あと、ここのマスキングね。えっと、今、あの、スプレー缶のやつを、え、この蓋に、今ちょっと移して、こんな感じで、まだ乾かりない程度。で、えー、全然これで、えー、つまらじにつくので、薄々で、えー、このタッチアップをしていきたいと思います。これで。 つくかなもうちょっと濃い方が良かったかな、うん、これわかるでしょうかほんま添えながらで,がらで <laughs> この車両のこれっすねこれ一番ひどかったな最後。 これもね慎重にやりましょうさっきみたいに手滑ったら終わりなんでえっとちなみに最近あの鉄これであの18,200手出ましたよねあれも欲しいんですけど なんか周りで、あの、値段が高騰してるんで、なんかすぐに手出せないんですよね。欲しいんですけどね、18,200も。まあ、こういう、あの、昔のスナックか、作ってる上では、まあ一緒に走らせる必要はあるんですけども、やっぱりね、あの、値段がね、高鳴ってるんでえ、ちょっと簡単には、 手に入らないということで、ちょっと今悩んでます。頑張りましょう。ここもなんかね？あの斜めんとこふにゃふにゃってなってる？印象を受けてしまうので。<laughs> ここもね。ちょっと追加です。 こういう感じかなという感じで、えー、マスキングから、えー、青の塗装まで、えー、やってみましたが、いかがだったでしょうか参考になる部分はあったでしょうかあの、マスキングに使用したのは、この、主にこのマスキングゾル。この部分ですね。これをマスキング、 で、完璧にするために、えー、っと、ちょっと補助するような感じですね、マスキングテープを。そういうものを使ってやってみました。で、最後に、えー、このスプレー缶の,この蓋にちょっと吹きつけて、つまようじで、えー、ピピッと、何、えー、ですかね、えー、手直し、タッチアップをするという流れで、えー、やってみました。 ま、参考になるかどうかわかりませんが、えー、本当にあの、こういうグリーンマックスの、えー、エコノミーキットとか、あとはあの、他の連射、えー、加藤とかね、色塗り替えたいとか、そういう時には、えー、こういう感じでやるんやな、と、ちょっとあの、参考にして、ぜひしていただければと思います。というわけで、今回は、近鉄エコノミーキット、 との 12, 系スナックカーのマスキングをしてブルーを塗ってタッチアップをしましたという動画でした画面の左上タップすることでチャンネル登録できますのでぜひチャンネル登録をお願いいたしますまた高評価や Twitter のフォローもお願いいたします